お世話になっております。まさるです。今回からとうとう IP アドレスについて一緒に勉強していこうと思います。ネットワークの勉強を始めたばかりの人は IP アドレスで混乱する人が多い印象があります。混乱してしまう理由として2進数と10進数の変換もありますが、その前に今回は IP アドレスのルールと IP アドレスのクラスについてお話ししてみたいと思います。それでは今回も始めていきましょう。今までの動画では IP アドレスを住所のようなものだと紹介してきました。アドレスというのは住所という意味なので、 IP アドレスは IP を使って通信するための住所ということですね。 TCP/IP で通信するときには IP アドレスが必要です。 IP アドレスを使ってホストやノードを特定しています。 IP アドレスを使って正しく通信するためにはルールに従って IP アドレスを利用する必要があります。例えばイメージしやすいルールとしては IP アドレスを重複させてはいけないというルールがあります。重複した IP アドレスが存在するとどちらに届けるか正しく判断することができず、うまく通信できなくなってしまいます。アドレスは唯一性がなくてはいけません。この唯一性のことをユニークと言ったりもします。 IP アドレスはユニークなアドレスでなければいけないということですね。これ以外にも IP アドレスには様々なルールがあります。まずは IP アドレスを構成するためのルールを見ていきます。ちなみに今回お話しするのは IPv4 アドレスです。IPv4 以外にも IPv6 がありますが、IPv6 は別の機会にお話しさせてもらいます。IPv4 アドレスは32ビットで構成されています。この32ビットの情報が IP アドレスとして利用され、コンピューター内では2進数として扱われます。つまり IP アドレスとはコンピューターからすると32ビットの2進数、32個の0か1の数字の羅列ということですね。ただこの32個の0と1の表示は人間にとっては非常に理解しにくい表示です。なので IP アドレスを人間にとって分かりやすく表記するためのルールがあります。それはまず IP アドレスの32ビットを8ビットずつの4つのブロックに分けること。そして次にその8ビットを10進数で表記するという表記ルールです。このようにすれば人間にとっても理解することができます。次のルールは IP アドレスはネットワーク部とホスト部で構成するというルールです。こちらを見てください。詳細はまた後々お話ししますが、ここの 192.168.0、ここがネットワーク部、そして最後の1がホスト部になります。同じネットワークに属するホストには同じネットワーク部を IP アドレスとして設定します。このように 192.168.0 同じネットワーク部の IP アドレスを設定してあげれば同じネットワークに属するホストとして扱われます。逆に別のネットワークにしたければネットワーク部を別にしてあげると別のネットワークとして IP アドレスを設定することができます。ここまでは非常にシンプルですね。少し情報を整理しておきましょう。IPv4 アドレスは32ビットで構成されます。ただこのままの情報だと人間にとって見にくいので8ビットで区切ってそれをさらに10進数で表しています。そして IP アドレスはネットワーク部とホスト部で構成されている、このような話をしてきました。ここから少し話がややこしくなります。ただ今からお話しする内容を理解せずに IP アドレスを学んでいくと途中で IP アドレスよくわからないなということになってしまうので、ここからの話、ぜひ集中して耳を傾けていただけると嬉しいです。IP アドレスの勉強で混乱してしまう原因は、先ほどお話ししたネットワーク部とホスト部の識別方法が2つあることを正しく理解できていないことです。その2つというのは、クラスという識別方法とサブネットマスクという識別方法です。簡単にクラスとサブネットについて説明すると、昔はクラスという仕組みを使って固定的にネットワーク部とホスト部を分けていました。しかしこのクラスでは不都合なことがあり、現在はサブネットというネットワーク部とホスト部を可変的に設定できる方法が利用されています。そしてさらにややこしくさせているのが、クラスは昔の方式だとお伝えしましたが、一部の機能やプロトコルではこのクラスの考え方が残っていることです。なので CCNA の勉強をするときにはこのクラスの概念も勉強しなくてはいけません。昔のネットワーク部とホスト部を識別する方法、つまりクラスの考え方と今のネットワーク部とホスト部を識別する方法、つまりサブネットの方法が2つ同時に学ばなくてはいけないので、IP アドレスの勉強は混乱してしまいがちです。この2つは非常に混乱しやすいので、今回の動画はクラスについてお話をしていきます。次回の動画でサブネットマスクについてお話しします。今からする話はクラスの話です。クラスは昔使われていたネットワーク部とホスト部を識別する方法です。クラスには4つの種類があります。クラス A、クラス B、クラス C、クラス D です。それぞれの IP アドレスがどのクラスに属しているかは IP アドレスの先頭で決められます。先頭のビットが0ならクラス A、先頭の2ビットが10ならクラス B、先頭の3ビットが110ならクラス C、先頭の4ビットが1110ならクラス D です。それぞれのクラスによってネットワーク部とホスト部が固定的に決められています。クラス A は32ビットのうち8ビットがネットワーク部、残りの24ビットをホスト部として使うことができます。24ビット分の組み合わせ数は約1677万です。つまりそれだけの数の IP アドレスをホストに割り当てることができる膨大な大きさのネットワークを作ることができるということです。次はクラス B。クラス B は32ビットのうち16ビットがネットワーク部、残りの16ビットをホスト部として利用することができます。16ビット分の組み合わせ数は約6万5000です。これだけの数の IP アドレスをホストに割り当てることができます。先ほどのクラス A と比べると少なく感じるかもしれませんが、クラス B で十分に大規模なネットワークを作ることができます。次はクラス C。クラス C は32ビットのうち24ビットがネットワーク部、残りの8ビットがホスト部です。8ビット分の組み合わせ数は約250です。小規模なネットワークであればクラス C で作ることができます。最後はクラス D。クラス D は32ビットのうち全てのビットをネットワーク部として利用します。クラス D にはホスト部がありません。クラス D というのはマルチキャスト通信で利用されます。マルチキャスト通信は特定のグループを指定するためのアドレスなので、一つのホストを指定するような用途では使われません。ここまで話してきたように、クラスでの IP アドレスはネットワーク部とホスト部の切れ目が固定的で分かりやすいのが特徴です。分かりやすいのはとても良いのですが、このクラスには致命的な欠陥がありました。それは IP アドレスの無駄が多くなってしまうことです。例えば300台ぐらいが参加してくる予定のネットワークを作ろうとするとき、利用するクラスはクラス B ということになります。クラス C は最大250程度なので、300台だと微妙に足りません。300台だとクラス B を使うことになるのですが、ただ今回は300台程度なので、実際に利用する IP アドレスはクラス B の中のごく一部です。ほとんどの IP アドレスが使われないのですが、他のネットワークの人たちはこの IP アドレスを使うことができません。つまり大量に無駄な IP アドレスが存在してしまうことになります。この話を現実社会の家で例えるなら、家族も生まれてちょっと大きめの家に引っ越そうと思ったら、次の間取りは 100LDK しかないみたいな感じです。クラスにすると固定的にネットワーク部とホスト部を区別できてとても分かりやすいのはいいのですが、その分無駄が生まれてしまうことをご理解いただけたでしょうか。この問題を受けて現在使われているのはサブネットマスクというネットワーク部とサブネットマスクを識別する方法です。サブネットマスクを使うとネットワーク部とホスト部の区切りを柔軟に変更させることができます。それはつまりホスト数に応じた適切な大きさのネットワークを作ることができるということになります。適切なネットワークの大きさを作ることによって IP アドレスの無駄をなくすことができています。ただ、サブネットマスクを使えるようになったことで、ネットワーク部とホスト部の区切りが固定的でなくなったので、人間にとっては少し分かりづらい構成になっています。サブネットマスクについては次回の動画で詳しくお話しします。それでは今回は IP アドレスの基本的なルールとクラスについてお話ししました。今回の学習内容を最後にまとめておきましょう。今回は IP アドレスのルールとクラスについてお話しました。IP アドレスの構成ルールとして IPv4 アドレスは32ビットで構成されています。しかし32ビットの数字の羅列は人間にとっては覚えづらいので、人間に覚えやすいような表記ルールがあります。それは IPv4 アドレスを8ビットずつに分けて10進数で表すという方法です。このような表記方法であれば人間でもわかりやすいです。IPv4 アドレスはネットワーク部とホスト部で構成されています。ネットワーク部とホスト部を識別する方法は2つあります。それはクラスという方法とサブネットマスクという方法です。クラスは昔ネットワーク部とホスト部を識別する方法でした。ネットワーク部とホスト部はクラスによって固定されています。このクラスの概念は今でも一部使われています。クラスを使うとネットワーク部とホスト部が固定的になりとてもわかりやすいのですが、IP アドレスを大きく無駄にしてしまうといった特徴がありました。そこで生まれたのがサブネットマスクです。サブネットマスクは現在のネットワーク部とホスト部を識別する方法として使われます。ネットワーク部とホスト部は固定的ではありません。参加するホスト数に応じて柔軟にネットワークの大きさを変えることができます。ただ、ネットワーク部とホスト部の区切れ目が分かりづらいので、人間にとっては分かりにくいといった特徴があります。このサブネットについては次回の動画で詳しくお話ししていきます。それでは今回は IP アドレスの基本的なルールやクラスについてお話ししました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。